皆さんこんにちは、個別指導塾塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけども、お金持ちになりたい人が行くべき大学で合ってるみたいですね。みたいそんな大学あるのかということなんですけれども、まあ、いくつかの切り口で、まあ、中橋さんとね解説をしていこうということなんですけれども、うん、まず、まあ、お金持ちになりたいって言っても、まあ、さすがに皆さん分かると思うんですけど、この大学に入りました、はい、金持ちってわけじゃないじゃないですか、まあ、そんな大学はないですね。まあ、逆に言えば一番大学生なのにお金がもらえるのは防衛大とかになるよね。まあ、そういう意味で、そういうことで、ね、防衛大とか防衛科大学とみたいな、ね、そっちになっちゃうから、うん、そういうわけじゃなくて、だから、まあ、基本的には、まあ、平均年収が高かったりとか、そのスキルが身について就職しやすいとか、うん、まあ、そういう話になると思うんだけど、まずその切り口から中橋さんに話してもらおうかと思います。そうですね。で、まあ、大体まあお金持ちの定義って難しいと思っていて、まあ、だから例えばさ、年収ね、いくらならからなのかとかさ、資産がとか言ったらね、ちょっともうキリがないからね。キリがないですね、うん、本当にね。まあ、一般的な尺度で言うと、まあ、大体富裕層、まあ、1000万円ぐらいからっていうふうに言われることが、まあ、比較的多いのかなっていうふうには言えると思うんですけど、最近厳しいからね、資産何億円とか言ったりするけど、まあ、まあ、一般的にもね、1000万あれば、うん、別に、ね、めちゃくちゃ豊かとは言わないけれども、普通に東京で生きていったり、うん、大阪とかね、都市圏で生きていくしても、まあ、そのまあ、いろいろあるよ、いっぱいね、うん、私立に通うのは無理とかあるかもしれないけど、まあ、一旦はね、一旦は、一旦はね、はい、で、まあ、もちろんそれ以上ね、あの数千万とか1億とか稼ぎたい人もいると思うんですけど、うん、まあ、一応大体まずは、まあ、最低1000万円のラインで、うん、まあ、プラスアルファ、まあ、それ以上になる方法みたいなところもお話しさせていただこうかなと思っております、うん、はい、でまずそのやっぱお金持ちになるためには大体いくつかもう数少ない方法しか正直なくて、そうそうそう、でまず一つはもう分かりやすい明確なスキルがあること。なるほど。第一の切り口はスキル。スキル。で、まあ、これは例えばスポーツがめちゃくちゃできるとか、そうだね。そう、芸術的なセンスがめちゃくちゃあるとか。確かに。そう。で、あとは一応まあスキルに含まれるとしたら医者とか。うん、まあ、そういう、あとは情報系のスキルがすごく高い人とか、パイロットとかね、パイロットとか、まあ、そうですね、パイロットとかもそうかもしれないですね、うん、いいね、うん、まあ、正直そのぐらいですかね、これのスキルだけで大体金持ちになれるっていうところで言うと、そうですね、だからまあ、まあスポーツか、まあ、芸術芸能系か、あとはそのだから専門職とか、そっち系ですよね、そっち系ですよね、多分受験って考えると、まあ、スポーツとか芸術ってあんまり来ないから、うん、そうなるとまあやっぱりスキルを狙っていこうっていうのがまず一つ目の切り口。そうですね、はい、2つ目、2つ目が、まあ、結局起業するとかっていうことになってくると思うんですよね、会社を作る、まあ、でも会社を作ってもね、そんなに金持ちに慣れてない人もいますから、いや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 、はい、まあちょっとそこは置いておいて、置いておいて、はい、まあ、でも実際起業するとかっていうのは、うん、まあ、さっき言ったその数千万とかっていうところを目指すとしたら、まあ、逆にスキルが明確にないのとしてはもうここぐらいしかないっていうのが現実的にはあるのかなと思うんですよね、うん、でかつね、うん、その突破したらすごいことになるからね、そう、突破したら強いんで、ね、めちゃくちゃ本当に皆さんも YouTube見たことあると思うけどね、はい、それ何千万何億円って稼いでる人たちはいっぱいいるわけですからね。そうですね。でただまあ一方で、うん、まあ、ある程度リスクのある選択にはなってくることってのは多いと思うんですよ ね、 そうですね、うん、マイナスになってああだこうだって人も皆さん YouTube でいっぱい見てると思うんで、そう、いっぱい見てると思うんでプラスマイナスあるよね、これはね、そう、プラスマイナスあるんで、うん、まあ、結局リスク回避の方法は何らか考えておかなきゃいけなかったりするのかなっていうふうには思います、はい、であとはもうなんかすっごいなんか残念なことを言うんですけど、3つ目、はい、海外に行く、海外に行ったからといって別にそこで何かしら行ったからといって稼げるわけじゃないんですけど、まあ、結局ここも語学力と何らかのスキルだったり知識だったりというものがセットになってしまうと思うんですよね、うん、だから結局例えば情報系と、まあ、今外国語のスキルを持って海外に行くっていうのは一番分かりやすい方法なのかなっていうふうに思うんですよね。日本だととてつもないスキルではないけれども、うん、その海外に行くことでそれがこう価値が高まると、そうですね、とか、うん、そもそも平均なんかシリコンバレーの年収すごいよとか、そういうことね、そうそうそう、そういうことですね、なるほどね、うん、はい、あとは、まあ、本当に国内の一部の稼げる企業に行くと、外資系とか、外資系とか、あとはもう本当に、まあ、いわゆる日本日系の企業の中でも本当に、うん、まあ、ごく一部の企業っていうところですかね、はい、なるほどなるほど、はい、でまあ、例えば別にここに行ったからといって、まあ、競争率が高い形になるので、うん、まあ、必ずしも高学歴になったからといって行けるわけじゃないですよっていうのもここのところなのかなっていうふうには思います、はいはい、っていうのを含めた上で、じゃあちょっといろんな学部とか大学っていうのをお話しさせていただこうと思うんですけれども、うん、まあ、まず1個目分かりやすいのは、まあ、スキルのところからいくと、まあ、やっぱり医学部ですよね。まあね、うん、まあ、医者もね確かに稼げるけど、うん、あと例えばまあただね法学部とか言っても僕みたいにね弁護士になれるわけじゃないからある程度慣れるって意味で言うとやっぱパイロット系じゃない、うん、そうですね、パイロット系、うん、まあ、特に例えば航空大学校とかっていうのは一つの選択肢でありますし、うんうんうん、あとはその崇城大学っていう、うん、あのパイロットの専門のコースがある大学っていうのがあるのかなっていうふうに思いますし、あとなんか筑波から行くと、ね、まあ、そうですね、あとはまあ法政とかもあるかなと思いますね、うん、だからまあいわゆるこう偏差値というよりはそのもう学部学科で絞っていく系だよね、うんうん、そうですね、うん、他にその系統だとあります、
まあ言ったからスキルを作ったわけじゃないんですけど、やっぱ情報系っていうのは一つの選択肢になってくるっちゃなってくるかなと思いますけどね。ただ情報系も、まあ、はっきり言ってしまうとピンキリだし、うん、そ, その人がどれだけ大学の中で学んだりとか、大学の勉強だけじゃなくて実践含めてなんかそう力をつけていくかで、多分市場価値ってめちゃくちゃ変わっちゃうから、うん、まあ、難しいところであるよね。医学部とかそのパイロットみたいなのとちょっと違うよね。そうですね、うん、だからまあ行ってその流れにちゃんと乗って資格取れればぐらいの、その割と角度の高い話ではなくて、まあ、本当にちゃんとその明確な目標もない中でむしろ頑張んなきゃいけないんで、うん、むしろこっちの方が入ってからは大変かなっていうところです ね, ね。あと多分受験生の方で聞きたいことがあるとしたらね、うん、中橋さんとね、医学部は分かるんですけど、歯学部薬学部はどうですかって、医療系ですよ、うんうん、どうですか。いや今回のいや厳しい振りをしてますよ今回の定義に当てはめると、うん、やっぱこれはもう今日正直厳しいんですよ。そうなんだ、そう、この額にはいかないんですよね、なかなかね、うん、行く方もねいるけれどもってとこだよね。そうですね、だ医師だと極論言うと、もうそこを稼ぐことを目標にすれば正直 99% いける状態ですし、まあねうん、まあ、パイロットも、まあ、その自社養成とかじゃなくてちゃんと大学とかで資格取った人だったら採用率ってのは高くなるわけなので、はい、そうそうそう、そこでしっかり資格取って、で英語の勉強もちゃんとしててっていうことになれば、まあ、正直その、まあ、日本の会社海外の会社問わなければ採用されて、うん、ある程度稼げるっていうふうにはなると思うんですね、うん、でただまあ、その歯科医師だったり薬剤師だと、例えば自分でそこでちゃんと起業したり開業したりして、でそれでどう頑張っていくかによって稼げるか稼げないか決まってくるので、まあむしろ他の大学に行ってもそれはあんま変わんないかなっていう感じなんですよね。そうなんですよね、うん、どっちかというとそのさっき言った切り口1じゃなくて2の起業とかそっちに、ね、ちょっと寄ってきちゃうんで、特にあの歯医者さんとかね、うん、なのでやっぱちょっと難しいかなというふうには思いますね、はい、じゃあちょっとその次に、まあ、起業するっていう観点でいくと、うん、まあ、結局起業するってなると、さっきも言ったんですけど、まあ、僕が考えて、僕みたいなちっぽけな人間が考えてしまうのは、はい、あの体はでかいよ、体はでかいんですけど、ちょっとね、このなんかビジョンがちっぽけな人間が考えるとですね、リスク回避のことやっぱ考えちゃうんですよ。はははで、リスク回避のこと考えると、まあ、結局ここでの医者とかになっておいた方が便利だよねって話は出てきちゃうんですよね。うん、医師とかになってると、例えばまあ事業で失敗してしまったっていうふうになったとしても、まあ、結局さっきのルートが残されているっていう形になるので、うん、はい、まあ、それチャレンジしやすい土壌っていうのはできてしまうっていうのは正直なところとしてあるのかなっていうのがあります。うん、であとは結局その起業するっていう風になった時に、やっぱり周りにそういう人がいるとか、うん、あとは周りで情報を得やすいって、何らかの結局会社に勤めたとしても何らかのトップ層の人が多くて、結局そういう人たちとコネクションがあることが有利になったりっていうことがあると思うので、うん、結局首都圏にあって上位の大学っていうことでそうするとなってくるのかなっていうところは思うので、うん、そうするとやっぱり東大だとか早慶だったりだとかっていうところはやっぱり有利になりやすいのかなっていう風には思いますよ ね, そうね。しかもその大学時代の起業率が高いのって結局偏差値の高い大学っていうのがあって、そうなんですよね、はい、ちょっと今ここ出せないんですけどデータは、でも実際一番高いのは東大じゃないですか、うん、なので結局そういうまあ優秀な人がチャレンジしているって部分もあると思いますよね、うん、なので結局のところ起業するとかっていう風になったとしても上位の大学に行ってた方が有利っていうことにやっぱなってしまいますかなと思いますよ ね, すね、うん、ただ逆に言うと起業は別に東大行ったからといってできるわけでもないし、行かなかったからといってできないわけではないから、うん、例えばその起業したいから東大に行きたいのに固執して、例えばね2年も3年も浪人する必要はないように感じちゃうんだよね。そうですね、それなら正直素直に早慶とかに行った方が、 それでその起業のための努力をした方が、あくまで別に大学に行くことは起業の努力じゃないので、そっちに目指していただいた方がいいのかなっていうふうには思いますよね。そう、もちろん、ね、やりたいことがあってね、東大2年3年頑張るのは全然僕はいいと思うんだけども、うん、起業が目的だったらね他の大学でもできるから、うんうん、そうですね。であとはまあその海外に行くとかっていうところで言うと、うん、まあでもこれも結局のところ難しくってですね、うん、まあ、この大学に行ったから海外に行きやすいってことはまあないんですよね。ないね。だから例えばあえて言えば大学のカリキュラムに留学のプログラムがあるから、うん、強制的に1回行くと。で別にそれでできるわけじゃないよ、うん、できるわけじゃないけど1回無理にでも行けばちょっと体制できたりとか、うん、あ別に海外も、まあ、怖くないって言い方あれだけども、うん、ちょっとハードルが下がるからその後自分でもチャレンジしやすくなるみたいな、ちょっとおまけぐらいですね。そうです、はい、だからまあ一応例として考えたのが、別にこれ自分がカリキュラム知ってるからっていうのもあるんですけど、まあ、千葉大とか、ああ、まあ、千葉大とかって大体1回はあの学生の間に留学をしなきゃいけないっていうのがありますと、はいはい、でまあプラスしてなんかまあこんなのしょぼいって言われるかもしれないですけど、まあ、地味に成田が近くにあるとかもでかいと思ってて
よくわかんない。それはまあでも行きやすいみたい。結局ハードルが下げることしかできないと思うんですよ。だからハードル下げるためっていうので言うと、結局じゃあ地方の国公立です、じゃあ自分の地元のところからは海外への便っていうのは出てませんっていう状態よりは行きやすいよぐらいの話。まあまあそうかもね。そうでも結局これって首都圏の大学だったらどこでも行きやすいって話になりますし、まあ留学だって別に千葉大の留学はそれこそ2週間3週間とかだっていいわけなので、まあ別に1ヶ月2ヶ月だったら1年とか2年行かなきゃいけないわけじゃないので、まあそういった大学の方が当然有利になるとは思いますね。そうですね、うん、あとは普通にカリキュラムに組み込まれているといえば、まあ、立命館では一部そういう、ねうん、ところもあったりするので、うんまあ、そういうものを目指すのもいいけど、ただ問題は結構それで代替できちゃうというか、うん、気持ちがあれば別にね東大に行って例えば1年間ね学校休んで海外チャレンジとか、まあ、普通に同級生僕やってたし、うん、僕はねやってなかったけど全然そんな人いっぱいいるから、それだけを軸に留学したいから丸々代っていうのはやめた方がいいかもしれないね。そうですね、うん、別になんか行かせてくれるわけじゃないんでね。そう学びたいことがいろいろある中でそれがプラスアルファとしてね留学できるとかっていうのがいいなって思うのは全然いいと思いますよ、うん、ただそれだけが目的っていうのはちょっとねそう、うん、ちょっと違うかなと思うん で結局しかも海外で働くとかってなると語学力だけでじゃあプラスの収入を得られるかっていう別にそういうわけではなくて、そうそう向こうに行ったら外国人ですか、そうそう結局何らかのスキルがある人じゃないといけないっていうところがあるので、うんまあ、逆にその国際系の学部とかで英語だけ学ぶとかっていうのも結局難しさがあったりして、そうだ、ね、結局何らかのスキルプラスその語学力っていうところになってしまうのかなっていうふうには思いますね、はいはい、ということで、はい、どうですか。まあそうですね、なかなか難しいですが、あとはまあ一般的な範囲でのちょっとその収入みたいなところも一応ちょっとお見せしておくと、はいまあ、よく出てくるデータなんですが、オープンワークさんの大学ごとの平均年収の表がこちらとなっておりますという形で、まあ、1000万円をまあ超えられているっていうところで言うと、うん、一応まあ45歳時点だと6大学あるっていう感じですかね。まあ、東京一高慶応そして防衛。防衛。うんまあ、防衛は最初の方ちょっと低めからスタートしてっていうところになってくるので、ねはいまあ、結局のところ東京一高慶応が、うんまあ、現実的に1000万円を狙えるラインっていうことになってくるのかなっていうところですよね。ねうん、まあ早稲田もまあ900ね半ばぐらい行ってる半大とかも行ってるから、まあ、やっぱイメージですよ。イメージやっぱり9で一高になってくるんじゃないですか。うん、そうですね、これってあくまで平均なんで。行ってない人も全然いるし、うんうん、もっと行ってる人もいると思うんだよね。うん、だからやっぱりとにかくお金持ちになりたいよっていうのを平均取るなら、さっき言ったようにまずは特殊系の学部、理学部とか、うんうん、その航空系だったりとか、うん、そっち系に行くか、もしくはとにかく、まあ、ある種、まあ、言い方悪いけれども偏差値で戦うって感じだったら、うん、9点1個かっていうこの辺りなんじゃないですか。まあそうですね、うん、まあ実際これは45歳までのデータなんで、例えば50歳に行ったらまあ行ってるっていうところもあると思いますし、その辺だったらね、うんうん、まあ実際安定して狙えるっていうところで言うとそこまでになっちゃうんじゃないかなという気はしますね。ただお金目的であんまりしちゃうんだったらしくないなっていうのはあるけどね。そうですね、まあ、ただその1個の観点としてね、将来の経済状況どうなんだろうって思った時に、まあ医師っていうのは決して悪い選択ではないよっていうのは、まあ、むしろすごくいい選択だよっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、はいまあ、さすがに医師余りとかいろいろ言われるじゃないですか、うん、けどさすがにさ今見れば分かると思うんだけどデータをね、あと医師の平均が1000何百万とか で、 そうです、ね、しかもそれも低めな子で統計だってそう言われているので、うん、正直、ね、普通にそうじゃない大学と比べたら高いことは分かるじゃないですか。まあそうですね、急にそれがね、うん、だって半分とかにはならないわけで、まあ、そうですね500、600になりました。で仮に正直言って500、600でも低いわけじゃないですからね全然ね。まあそうですよ、うんうん、ただねその働き方とかでやっぱり結構体力が必要だったりとか、うんうんね、しっかりと勉強し続けなきゃいけない職業なんで、うん、それが合ってるかどうかっていうのはちゃんと考えた方がいいですよ、うん、そう当然ねそのじゃあ、すごい大変な会社にね、入りましたってなったら、まあ、仕事が大変だったりとか、うん、今は、まあ、あまりこう残業って時代じゃないかもしれないけど、まあ、いろいろね目標が高かったりとかってこともあるので、お金を稼ぐイコールねなんかぼーっとしてもお金が振り込まれるわけじゃないから、うん、そう、その分自分も頑張るってことも含めた上でのお金が稼げるなんで、そこは気をつけてほしいんですけど、ただ最近で結構やっぱ高校生の子たちも現実的な子が多い。っていうかやっぱこういう時代なんで結構シビアに物事見てるじゃないですか。いやそうですね、はい、うん、僕もなんか面談させていただいてても、いや先生ねと、実はこういうのが本当やりたいんですと、なんか心理とかねすごい興味あるんですけど、多分私なんか丸々学部行った方がいいと思うんでそっち志望ですみたいな。いやいますよね、特に心理とかは確かに多いです、そういう子ね、うん、そうで別にね、例えば人のねこう何かをしてあげたいって感じだ、うん、ね、助けてあげたいだから、まあ、別にね本当にじゃあ医学部ちゃんとやればそういうとこも含めて精神科医になることもできるわけだから、うん、医学部行きたいですって子とかも面談したことあるし、うん、で別に悪いことじゃないと思うんだけどね、よく考えてね取り組んでほしいとは思うんですよ、うん、はい、
まあ、ただやっぱりお金持ちになりたい人はここに行こうっていうのをなかなか学校の先生とか塾の先生教えてくれないじゃないですか。まあそうですね。そうだからちょっと僕らがね僕らなりのちょっとお話を ね, で, ねできればなというふうに思っております。はい、はい、というわけで今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。